バントするってことはとりあえず1点取ればなんとかなるってことだけど、神宮で笠原で1点でなんとかなること絶対ないから、畳みかけた方がいい、バントせずに。けどバントしそうだな。バントあってるかも。バントでテンポ。だから言った。3番スタート、阿部背番号5。Thank you.
昨日あっさり行ったね。いや、びっくりした。びっくりしたね。入るんだね、ライト方向に。なんか、あれフライかなと思ったら、あれあれあれって、なんか風もないのに、なんだろう。打球の行方には十分ご注意ください。でもやっぱりホームランは見たいよね。見たいよね。花だもんね。野球の花だもんね。試合かもね、今日。最後11対10とかかもよ。今日11対10だとするじゃん、明日1対0とかで負けるから。これが野球だもん。明日誰ですか？明日は大野。もう打ってこう、もう強行で行こう、強行で。稼ぐのもいいことよね。確かに。打てなくてもピッチャーを疲れさせられるから、この後チャンスが来る。中島拓也とか。うまい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 。もう一球速い球来るかな。
Thank you.
うけど盛り上がるよね。今の曲なんだ、わかんない。いや、怖いなぁ。山崎がいや、山崎がっていうか、ゲッツー取れないとランナー出しありで山田村上。あ、そっか。いや、ネクストに山田がいる。もうだって東京の方が笠原、君玉が高そうだなぁ。でも怖いなぁ。初回
った。いやーでも油断しないでくれ。気が抜けないね。しっかり内野ゴロ、内野ゴロ。4番サード村上背番号55。ここですよ、ここですよ、問題は。敬遠でもいいよ。もう40号ありそうじゃないか。ありそう。
内山そうまもう帰ってきました。内山そうまってなんかコロナでいなくなってますか。今はいるはず。なんでさ村上をこう汗かいてもサンタナで打たれちゃ意味ないでしょ。もうむしろ村上勝負した方がよかった。私ランナーいなかった。魅力投げてんのもう。一回交番あるかな。ないか。ってありますかね。二回のピッチング次第かも。降りるなら。何時に終わるつもり？